演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちらちら、ローソンのケーキ5種類を食べたいと思います。本だって本日は、そう、本日11月1日は自分の31歳の誕生日ですからね。まあ今年30代早々に世間は本当に激動の時代を迎えてしまいましたが、自分はその激動の時代に、まあ、対応しつつもこれまで通りにペースでやっていければいいかなと思って、これからもやっていきますね。皆さん、31歳の新たな1年またよろしくお願いいたします。それではいただきましょうか。では本日連絡はこちらで、ちょっと お待ちくださいね。今準備しますか。準備整いました。それにしてもこのタイミングでなんかこの3つの新作ケーキが出てくるなんて、まさに自分のために用意してくれたのもね、まあ絶対違いますけどね。で、こちらにローソンのカップケーキ、ローソンのカップケーキ気になっておいたんですけど、今まで食べたことないので今回は楽しいです。で、カップケーキもう一つあったと思うんですけど、それ結構いろんな店舗探したけどなかったんですよ。どこですか、もう売ってないのかな、それとも。はい、ではまずはそのカップケーキのシンプルないちごショートからいただきます。どんな感じなのかな、こんな風になってますね、中身は。中身見せるのだけはやりにくいかな。ではいただきます。こんなのたくさんある美味しいケーキたちにお祝いしてもらえて本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いしますね。最初に食べたとろけるクリームのいちごショートは本当にクリームがたっぷりでスポンジが少なめのいちごショートケーキでしたね。なので自分が思っているようなショートケーキとはちょっと違うような印象があって、それが変わっていてとても美味しかったです。ただいちごはちょっと物足りなかったかなという部分はありましたね。ちょっと今回は数が多いので代表者だけ採点します。その代表者は最終的に決まるでしょう。では続きまして、こちらの安納芋モンブラン、こちらは安納芋の甘さが口の中にふわっと広がってきて、まったりとしたペーストとよく合っていましたね。で、黒ごまとかもちょっとスイートポテトのような印象も受けました。で、生地の入ったスイートポテトといった感じですね。で、なんかザクッとした何かも入っていたんですが、一体何なんでしょうね。前に他の YouTuber さんの動画を見た時にそんなこと言われてたんですけど、食べてみたら本当にありました。でも本当に正体がわからないですね。はい、続きましてはこちら、ウルドケチーズテリーヌ。これはもう口の中に出しながらシュワーッと外れていくんですけど、だからね、手で持てないほど脆いわけでもない、こんな感じのものでしたね。以前紹介したイタリアンプリン1を、あ、セブンイレブンのイタリアンプリンをちょっとホロホロとさせるようになったような、そんな感じがしました。ただプリンと比べるとちょっと チーズの味が弱かったかなという気がします。あのプリンにチーズが入ってるわけではない、もうちょっと食感があってもよかったかな。で、その淡雪クリームのショート、これは本当にもうイチゴとかは何にもなくて、本当に純粋にクリームだけで勝負している、そんな感じでした。なんか見た目もスノードームみたいでちょっと可愛らしくて、ね、食べてみるとほんのり甘いクリームがその中にふわっと広がってきました。それも美味しかったです。このクリームでもっとケーキ食べてみたいな。でもこれはクリームがいっぱいだからこそ発揮できることなのかな。で、最後に食べたこの栗堪能モンブ、まあ、一見すると普通のモンブランかなと思うんですけど、なんかそこの方にザクッとしたクッキー、いやクッキーではなく煮盛りもウェハースに近いような部分があって、その下にもマロンチョコレートが入っていて、それがザクザクとした音とともに口の中に、あら、追いマロンの言うべき味わいを広げてくれて、とても美味しかった。最初から最初から栗が切って、一旦違うのでまた最後に栗が、なんかそれで意外性をつかれましたね。こういうモンブランもっと増えてほしいですね。で、自分はこれが一番今回なんかで気に入ったので、こちらの点数とさせてもらいます。かげろうのダンスするかな今日この日、いや今日は踊った日の動画を撮影する予定はないのですが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてまた1年この動画をよろしく見ていただけると本当に嬉しいです。それでは演舞終演。